はい。今回はね、中華スマートフォンをまあ購入する上でね、まあ、比較したり、スペックを確認したりするのに便利なサイトを紹介したいと思います。えー、とですね、ちょっと読み方は合ってるかどうかわからないんですけれども、このね、キモビル、ここにね、書いてありますけれども、えー、このサイトはね、非常に便利です。えー、例えばね、ここに検索の窓がありますけれども、えー、例えばじゃあ、レッドミン、 セブンですね。まあ人気の端末。まあ、これをね、検索してみます。はい。そうするとですね、こんな感じで検索の結果が出てきます。ここにね、今、レッドミー n o t e 7とか出てますけれども、私が探したのは一応 r e d セブ7なので、えー、どうしてもノートの方がね、出てきちゃってますね。はい。じゃあここにね、 レッドミー7グローバルバージョンの 2GB のストレッジが 16GB というのがありますの、ね、でこれをタップしてみたいと思いますはいそうするとねこんな感じでですねここにねいろんなモデルが他の、ね、モデルがここにこうありますけれども今はねグローバルバージョンの 2GB16GB を、ね、表示しているという形になります 下に行くとね、こんな感じでスペックのね、一覧表がアイコンの表示をね、されていて非常にわかりやすく出ています。簡単なね、ここにこういうチャートがあって、まあたいね、ざっくり7.8ですよというような形で、スペックがね、えー、非常にわかりやすく、単純明快にね、わかるようにできています。あとはこうスペックがね、いろいろ、えー、まあ、ここに画面のサイズであるとか、えー、ここにね、スナップドラゴン632の 1.8GHz ですよとかですね、SOC のスペックとか、 まあ,あと、サイズ、カメラ、アンドロイドバージョンですね。あと、ここにバッテリーの容量とかね。まあ、あの非常にこうコンパクトにまとまって分かりやすくなっています。であとね、このアンツ2ベンチマーク。ここにね、えー、10万4862という数字が出てますけれども、まあ、参考ですけれども、えー、アンツ2ベンチマークバージョンなので、このぐらいの数字が出ますよというのはね分かりやすく出ていますで。あとね、非常に便利なのが、このネットワークっていうところですね。 ここにまあジャパンって書いてありますけれども、4G については11個あるうちの3つに対応していますと。で、3G については5個あるうちの2つに、ね、対応していますと。まあ、2G に関してはまあ対応してませんよというのが、ね、出てまして、ここでこう日本の、ね、バンドに対応しているかどうかというのがこう一目で分かるようになっています。でさらにねこれをタップしますと、 こんな形でですね、えー、出ているんですけれども、はい。例えばね、ここに KDDI。まあ、ちょっとこれ KDDI で実際できるかどうか、あの、レッドミーセブン怪しいですけど、まあ、じゃあ、どこも行きましょうか。えー、どこもね、NTT どこも、7個のうち2個に対応していますと。ここを開くとですね、バンド1とバンド3に対応してますよ、ということが出ています。3G を開くと、えぇ、ー、ま、バンド1にしか対応していませんと。と あとソフトバンクですね。ソフトバンクは3つ対応してます。バンド1、バンド3、あとプラチナバンドのね、バンド8にも対応しています。というようなことが、えー、非常にね、よくわかりやすくね、出ていますので、中華スマートフォンの場合ですね、日本のバンドに対応してないものが多いので、まあ、どういったものに、ね、対応しているかというものが、えー、一目でね、わかるようになっています。まあ、あとですね、まあ、これは一般的な使い方になると思うんですけれども、 えー、この間ちょっとね、買おうかなと思った端末がありまして、ちょっと行きましょう。このね、BV5500 っていうね、ブラックビューの端末なんですけれども、えー、ちょっとね、タブネススマートフォンで90ドルぐらいで売ってたんで、ちょっと買おうかなと思って、えー、まあ実際買わなかったんですけども、まあこれもね、スペックがこう出てきます。あ、で、こっちのプロですね。プロの方買おうかなと思ってたんですけども、 ここでね、今もやりましたけど、このモデルをね、プロだったり、まあ、プロじゃない前のモデルだったりするんですけども、ここもね、ここでこうね、もう一回やってみましょうか。切り替えたりできます。これがだから BV5500 の昔のね、ノーマルのバージョンで、新しく今度 4G に対応したプロっていうのが出たんで、まあ、それを買おうかなと、ちょっと で、またこのね、サイトで検索してたんですけども、まあ、こんな感じでスペックが出てきます。さっきのね、この分かりやすいチャートで、まあ、7.4ですよと、まあ、総合的に7.4っていうのがね、出ています。えー、あとね、まあ、画面のサイズがここですね、5.5インチで、えー、メディアテックの MT6739 でまあ、かなりね、スペックの低い、まあ、SOC になってますがあと、まあ、3ギガと16ギガになりましたということですね。あと、ね、先ほども見た通り、えー、Android のバージョンと、 えー、バッテリーの容量とかねあと、出ていますであとこう、ね、アンツベンチマーク3万5000点ということでかなりねレッド Me7 に比べるとまあ、低いんですけれども、えー、あと、このね先ほども毎週です日本のねバントの有、UM、無が出ていますけれどもここにねカメラのセンサーも、ね、さっきレッド Me7 では出てなかったんですけども、まあ、カメラのセンサーがまあ公表されているというかねスペック表に出ているものについてはここでねカメラセンサーなんかも分かるようになっています。 ちなみに BV の5500プロっていうのはソニーの IMX134 っていうね、センサーが積まれていますっていうのはここでね、わかります。これタップしてみましょうか。はい。こんな感じでね、IMX134。で、あの、写真のサンプルとかがね、上がっていると、ここに実際の写真なんかもまあ出てきたりします。なので、実際、このね、今、こうユーザーレビューってなってますけども、 え、ユーザーの方がね、もし投稿している写真があれば、ここで、実際のね、実機で撮った写真なんかを確認することができます。これも非常にね、カメラの性能を確認する上では便利かなと思いますね。あとですね、このじゃあ IMX134 っていう、まあ一応ソニーセンサーなんですけれども、え、ここですね、IMX134 って、まあでもちょっと、 今ね、500番台とか300番台とかって聞きますけど、あんまり IMX134 ってね、聞かないなと。一体この IMX134 っていうのはどんなものなのかなというような時にですね、はい、こうずっとね、下の方に来ると、ここにカメラのね、性能が出ています。で、まあ8メガピクセルとかですね、さっき言ったソーニーの IMX134 ですよとか、えー、あとは値が2.0とかですね。 あと、ここにオートフォーカスに対応しますとか、えー、まあデュアルカメラですよとかっていう簡単な、ね、カメラのスペックなんかも一覧表でね、見れます。それで面白いのが、まあ私が便利だなと思ったのは、ここのね、先ほど IMX134 っていうセンサーを使ってるんですけども、これがね、他のスマートフォンで、どんなね、スマートフォンに使われてるかっていうのが、これで見れることができます。これ非常に便利ですよね。例えば、ブラックビューの BV5500、あ、これは今見たやつですよね。 でブラックビューの5500。要するに前のモデルとも使ってるということですね。なのでカメラ性能は基本的にスペックアップしてないということがこれでわかります。あとはブラックビューの A30 とかですね。えー、ブラックビューの BV5800 とか、えー、使われているんですけれども、ちょっとね、こうやって見ていくと、例えば ファーウェイのアセンド G6 って、まあこれ私持ってるんですけども、かなりね、古い端末なので、まあこの IMX134 っていうのはね、かなり古い、まあこの、そうですね、Galaxy S4 Active っていうのも、まあ Galaxy S4 自体もね、かなりちょっと古い端末になるので、まあまあ、なので古いね、センサーなのかなっていうのがね、ちょっとここで、まあ確認がね、できるかなと。 今、思えま、思いますね。なので、まあ、ソニーセンサーは確かに積んでいるんですけれども、まあ、ちょっとね、最新のソニーセンサーというよりは、まあ、かなり昔のね、えー、ものになりますよというのが確認がね、できると思います。はい、あとはね、この、横に価格がね、書いてあります。はい、こんな感じでね、価格を一覧でね、比べることができます。よくね、買うところは、まあ、アリエクスプレス。なんか、まあ、97ドルですよと。で、あとは、ちょっとわかんないですけど、 えまあ要は、価格比較なんかもねできますし、ここにね価格のグラフがありまして、今91ドル、最低が91ドルか。今、アリエクスプレスで97ドルで売ってますよというのがね、ここで簡単に見ることができます。ちょっとこれをタップしましょう。はい、こんな感じでね、アリエクスプレスのサイトに飛びました。日本円で1万720円で売ってますよと。 いいうのが、ね、今出ています、まあ、こんな形でですね、価格もあの簡単にね、えー、調べられますし、だいたい相場みたいなものをね、掴むことができますんで、非常にね、この読み方がわからない仮にキモビルとしてきますけども、このサイトね、非常に便利なんで、えー、中華スマートフォンをね、探される方は、あのー、見るとね、いいと思いますで、いろんなね、やっぱ端末を比べるときに、あの当然公式サイトに行くのが一番ね、 えー、正確ですし、分かりやすいと思うんですけども、意外とこの表示の仕方がまちまちだったりしてね、あのー、ま、比べにくいことがありますよね。でその点、これはこのね、ここにありますけども、ちょっと今動いちゃいます。ここにね、こういうアイコンみたいな形で、まあ、パッと見、非常にまとまっていて、分かりやすくね、見ることができますので、えー、ま、タブでね、2個開いて、こう比較しながら見るとね、非常に分かりやすいかなというふうに思います。はい、今回はね、中華スマートフォンを購入する上で、 科学でね、スペックをね、確認する上で非常に便利なサイト、仮にキーモビルというね、サイトを紹介させていただきました。